はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回は市間さんかっこきプレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、日本の古い言い伝えに関わる霊魂を宿した市松人形市間さん、つくも神たちの話をよく聞いて屋敷を守るために考えうる限りの行動を行ってくださいということで、このね市間さんをね守ればいいんですかね。早速プレイしていきたいと思います。はいはい、日本には古来より家具や道具などに宿るとされるつくも神の伝承がある。彼らは守り神として知られ、持ち主を不幸や災いから守ってくれると信じられている。なるほどね。スタート。あ、笑ったよね、笑ったよね。おはようさんあれ、市間さんとしてやってくってこと？おーい、結構アメリカ系のやつ来たな。どうやら屋敷に3、4人の空き巣が忍び込んだみたいさね。めぼしいものなんてありゃしないのにご苦労なこったね。追っ払ってやりな。いいかい、あたしらつくも神の話をよく聞いて行動するんだよ。あ、はい、なるほど。あ、いや、なるほどね。あ、こう、あははそういう感じだ。おりゃ、どうしたらいいんだろう。どうしたらいいのこれ。どうしたらいいんですか。あ、登れるわ。これ何、これ取ればいいのこれ。あ、いやー、どうすればいいんだろう。この光の玉ってたら何なんだろう。ちょっと、あ、話聞けるわ。画面の左上のゲージは君の霊魂スタミナだ。走ると消費するから注意するし、スタミナがなくなると一定時間動けなくなるよ。落ちている霊魂を回収すると回復できるからね。はーい。非力な我々がどうやってあの屈強な空き巣どもを懲らしめられるだろうか。そうだ、警察に電話で通報しよう。それが一番いいわ。人間のトラブルは人間に伝えるのがいい。マップの黒電話のアイコンが目標だ。あ、OK。町か。でもこれどうやって。あ、まず、まず出た方がいいか。よし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 。よしよしよしよ。オッケーオッケーオッケー。はい。よいしょ。こっちか。はい。空き巣の正面に立たなければ見つかることはない。仮に正面でも脱力状態であれば気づかれない。脱力状態。脱力状態ってこれかな。とりあえず行ってみるか。はい。いいか、生き残るコツは、俺たちつくも神の話をよく聞くことだ。わかりました。でもいるのかな。お、すげえ。うわー、あそこ伝っていけんのかな。いるわ、屈強なやつが。よいしょよいしょよいしょ。この柱伝っていけんのかな。危ない危ない危ない。よいしょ。かわいいね、一番さん。よし、うりゃ、ここいいじゃん。ここ最強やん。めっちゃ距離稼げる、ここ。やばいやばいやばい。うわ、いやでもちょっと今、いや、私人形だから。いた。ハイスコアとかあるんだ。めっちゃバレてる。ちょっと待って。脱力 Z。あ、なるほど、これだ。はい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 、オッケーオッケー。任してくださいよ。これで完全に人形のふりすればいけるってことね。まあ右のやっぱルートがいいのかな。あ、いた。ちょっとあれ適当すぎたか。慎重に行こう。これにも話聞いて。脱力状態でスタミナが回復できるぞ。へえ、こちらの人形にも。曲がり方を曲がるときは壁に張り付いて進行方向の様子を見る癖をつけろ。へえ、こういうこと ?OK。落ちなければ絶対イージー。落ちなければね。落ちないね。ここ見にくいんだよな、これ。こっちこっち。よし。これ見つかってもでも大丈夫じゃない。ここ無理でしょ、これ。無理でしょ。攻撃できないでしょ、ここ。
よし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 、最強。で、こっちか。見つかったところで何ができるというのかね。うわ、ここしゃがんでいけねえの。いや、ここ無理か。マジか。今だ。はっ、よし、逃れた。壁に張り付いて TPS 視点を存分に生かして、あ、黒でもあるぞ。え、おい、こいつズルしてないか。いや、でもここ、こう蹴っていけば、よしよしよし、コンパクトに曲がれば、よし、ここだ。あれ、よし、いける。ここか、よいしょ。え、ここじゃないの。どういうこと。なんか将棋の駒みたいなのが邪魔してる。右行ってみるか。キュッ、よし、この中、こっち行ってみるか。大丈夫か、こう。ほっ。このだるまさんに話聞いてみる。すいません。霊魂を塊にして打ち出すことができるのは知っているか。先端が鋭利な棒状のものに霊魂を込めるんだ。ちょうどそこにある鉛筆で代用できるだろう。持ってきなさい。我々はこれを鉛筆銃と呼んでいる。スタミナを消費するからよく考えておいて。鉛筆銃。あ、本当だ、持ってる。ちょっとスタミナ消費って言ってるからな。ちょっと回復してからにするか。霊魂を人間に当たると気配で気づかれてしまう。我々は決して人間に存在を知られてしまってはいけない。はい。でも、じゃあ何のために打つの。机は四隅からよじ登ることができる。はいはい、足ね。ちょっとこのこけしにもスタミナがなくなったらふぬけになってしまうが、ボタン連打で素早く復活できる。へえ。二回ちょっと脱力して回復してみよう。あ、結構回復するんだね。はへえ。にゃー、よし。いやー、どうしよう。あいつの鉛筆銃食らしてみるか。ほらよ。大丈夫だったわ。どういうこと。そこにいるの邪魔な時にどかせるみたいな感じなのかな。しかしな、こっちからじゃいけない。あ、なんかあっち向いてるな。ラッキーか。どっから中に、あ、ここから入れるな。こっちだ。よし、ここか。ここの、え、ちょっとここどうやって行くの。この部屋から隣の部屋に行ける。そうみたいだけど、これ登れるっすか、これ。あ、登れるんだ。登れると見せかけて登れない。え、ここ行って、こっからダメか。どうやって登るんだろう。どうやって登るんだろう。やばい、スタミナが。あー、ふぬけ。あ、ボタン連打で早く回復できる。お、早っ。よしよしよし。これどうするんだろう。ちょっと待ってよ。あ、なんだこれ。あ、下ばかり見ていては大事なことに気づけない。上を向いてみると何か大きな発見があるだろう。主観視点をうまく使いなさい。はあ。あれ、ちょっとすみません、登っちゃいました、間違えて。主観視点をうまく使いなさい。はい。あれとかなんか、あれ落とせねえのかな。ピシュ。わあ、落とせた。やった。ほっ、これだったか。ほっ、よーし、来た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 。やっぱね、つくも神の言うこと聞いとかないとね。ここ気をつけて、よし、よいしょ。来たか。はっ、来たよ。こんにちは、ありがとう、さようなら、また会いましょう。あった、あれだ。ほっほっ、よし。あー、電話できた。
アキスどもは尻尾を巻いて逃げていったよ。退屈しのぎにもなれなかったね。うわ、50秒は早くねえか。頑張れば9位ぐらいならいけんじゃねえか。一馬さん可愛かったな。なんとか100秒、100秒切りたいな。50秒はちょっとなんかやってるわ、早すぎ。このルートじゃないのかな、50秒って。もう最初のなんかルートがもう違う気がするな。はい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 、いけるよ。100秒切り、100秒切れんじゃない、頑張れば。50秒ってどういうやり方で言ってんだろ。よいしょ、はいはい。うわー、結構きついか。やばい、スタミナが取ってくれ。あ、よしよしよし、危ない危ない。よしよしよし、はい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 、スタミナスタミナスタミナ、よしよしよし。おいおいおい、何やってる何やってる。あー、もうそのロスやばいって。80秒、早く早く、よいしょー、よーし。え、危ねえ、いったんじゃない。いけてるよねこれ。来た。いやー、至急生きた。ティーチャー登録、イエーイ。ワンスコア9位生きた。はい、そんなわけで一馬さんかっこき無事クリアすることができました。いやー、最後ねランキングにも入れたし、よかったんじゃないでしょうか。皆さんも気づけばつくも神に守られているかもしれません。ありがとうございました。